じいさん。いや、まあまあ、ナイスアプローチ。皆さんこんにちは。こんにちは。カットピコロミの武です。リクです。アキラです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、神奈川県、川崎市にあります多摩川ゴルフクラブさんにお邪魔させていただいてます。撮影協力ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回は、ショートコースなんですけれども、ショートコースってどういうことですか。僕はちょうど実家のすぐ近くの練習ショートコースがあって、これ中学生とか。僕も1回くらいはショートコース初心者の方とかは僕は結構おすすめしていて、課題として挙げられるのが練習場で練習したことっていうのを本番18ホールあるコースでいきなり実践するのってちょっと怖いじゃない。はい、広大な自然のに立たされた中で実際にボール打つってなると練習場と違うことって結構起きやすいんですよ。一丁このショートコースで噛んでからラウンドに臨んであげるだけで実際に外の芝の上で打った時にどういう風な結果になるのかっていうのをちゃんと目に焼き付けて経験値として得てあげた上で実際のスコアを作る上でのラウンドに臨んであげるとよりこの成果が出やすいと思うので、ショートコースっていうのは結構皆さんにも行ってみてほしいなっていうので、ミー君に片っ端から電話してもらって快くね多摩川ゴルフクラブさんは引き受けていただいたんですけど、まず今回のテーマとしてはスコアを作るとかっていう勝負ってより狙ったポイントに対してちゃんと落とせる、狙っていける、これをクリアできたら、まあ、1ポイント選手みたいな感じをちょっと組み立てていこうかなと思いまして、まあ、ざっくり、まあ、グリーンがありましたと。そしたらこう4分割しようですね。左上から A、右上 B、はい、左下 C、はいはい、D という、うんうん、A、B、C、D と作ってもらって全員 A、B、C、D、A、B、C、D、A で終わるみたいな、はい、ピンは関係なし。で、それはどうします。一応ポイント、スコアではないんで、あくまでそのポイントを選手して勝ったらっていうものなんですけど、はいはい、まあなんかね、かけましょうか。ビリが1位に、はい、っていうパターンにしますか。あ、いいですね。そうしましょう。スタバとかにしますか。たまに。はい、リスタバね。はい、リスタバ。そうしましょう。OK。そうしよう。はい、リスタバックス。たまいいね。はい。じゃなのでね、早速ちょっとショートコース回っていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあこれ3人でね、もう回しながら撮るので、ちょっとわちゃわちゃしちゃうと思いますけれども、さっき指定したね、A エリアに入れてもらう形になるので、ピンはドセンターらしいので河川敷あるあるなんですけど、グリーンめちゃくちゃ小さいんで乗ったら全部バーディーパットと思ってください。じゃあそんなつもりでね、僕が2人が先に打ってからにしましょうかね。 A は左奥ですよね。ちょっと待ってちょっと待って、デメソしてますよそれ。ミー君、あ、ここです、ここです。ミー君、ミー君めっちゃデメソ。そこ確かに減ってますけどね。確かにめっちゃ減ってるから。じゃあお願いします。お願いします。しこたま右に行きました。ワンペナルティです。まあ今日ねスコア関係ないんでポイントをいかに取れるかですからね。どこ行ったかな。6万円だろう。まだ右かな。左奥って言ったのにね。いいんじゃないですか。あ、ショートした。あ、短い。短かったか、ティーアップ高かったから。まあよし、行きましょうか。右の OB というか、ホール行っちゃったんで特設ティーからですね。ちょっとでかいか。あー、ちょっと、全然大きいね、うん、キャリーで今55以上出ちゃってるから、高麗芝であとラフから打ってるじゃないですか。なんでスピンはほどけやすいんですよ。なのでこうちょっとバウンドしやすいんですね。
高く、うんうん、ちょっと手前目から狙うっていうのがこういう河川敷のセオリーなんですよ。砲台じゃないから、ね、いつもね結構砲台のグリーンで狙って打ってるから、どうしてもちょっとキャリーで打ちたくなっちゃうと思うんですけど、だからそこも気をつけながら打っていくといいですね。お、あーやっぱ止まんない。うん、うわ惜しい。でもすごい、見てください、めっちゃ転がっていっちゃってる。よくね、河川敷はコースとかグリーンの状態がね悪いっていう風に、まあ、みんなもイメージとしてあると思うんですけど、うん、見てほしいの、結構しっかり芝しててグリーンの境目もしっかりあるし、めっちゃ綺麗ですね。想像以上の綺麗さでちょっといいです。さっきの2人を見て結構転がるんだろうなっていう想定で打ちます。いやーナイスです、めっちゃうまい。ナイス、ありがとうございます。うまい。いやうまっ。ナイス。いやでもでも全然いい。ありがとうございます。ナイス。アキラさ、狙い方がさ、すんごい傾斜のさ、超綺麗なゴルフ場と思いすぎじゃないですか。ごめんなさい、先やります。はい、ダメ、遅刻しすぎた。ナイスです。はい、ボギーった。うわぁ、マジか。やばいこれ。ちゃんとやった。やばい。はい、オッケー。はい、じゃあ行きましょう。はい。さあ、ポイントゼロです。皆さん。さあ、次は、B 地点なので、右奥ですね。ピンより右サイド。え、めっちゃいい。これは？これポイントあるよ。短い。あ、短い。いいショットだったけどね、今ね。え、いいんじゃない、距離差が出れば。お、うわー、いやー違う、手前 B 地点です。いい、手前。さっきちょっとティーアップが高すぎちゃって、本来9番だったらまあ140から50ぐらい飛ばせるんですけど、結構ショットしちゃったんで、次はちょっとティーアップせずに9番で、はい、はい、ちょっと打ってみたいと思います。このタイプの人工芝、めっちゃ難しいんですよ。ちょっと刃先鋭角に入れちゃうと突き刺さっちゃうんで、なるべくここはティーアップをおすすめします。おお、いや、お、いや止まっちゃったんじゃないかも。超えてないかな。これはなんか D と C の間かもしれない。ちょっと狭いな、はい、ちなみに何番ですか。48です。はい、48ね、はい、選択肢としてはすごい良かったんですけど、うん、言うても花道から打ってるわけじゃないですか。で、ちゃんと登ってるわけですよ、はい、でもうちょいキャリーを半分ぐらい出せたらちょうど良かったかなっていう。番手選びは最高。あ、良かったです、はい、どうですか、僕 B 地点いる、いそうでいない。これはまあまあしゃあないか。これだから B とね D の間ですね。ノーポイント。ノーポイント。まあまあ行きましたね。惜しくもワンポイントならずと。あ、弱いか。あ、でもナイスタッチです。はい、伸びろ。おお、でもナイスタッチ、ナイスタッチ。おお、ナイス。ありがとうございます。うまく打ちました。はい、オッケー。わあ、すげえ。でも先に打ってきますね。これできるんだったらピンが打てるんだよ。こちらでも
女の人とか。女の人にとっても、これがな、ゴルフ上手くなる最短最速の練習やから。これを覚えてしまえば、道具ってこうやって動くんや、道具ってこういう風にボールにコンタクトするために、体のポジションの位置取りって最初にこうやってするんやっていうのが決まってくんのよ。さあ次は左手前に行けたらワンポイントチャンスありますよ。奥突っ込みよりかはチャンスがあります。ああそれはいいショットなんだけど、いやだいぶ短い。おいいショットだけどね、届けばいけ。みたいよね。あ、短い。いやいや、そんなもんやと思う。さあ、僕も7番で打ちます。いや、8でいいか。ちょっと迷いますね。距離はね、絶対に届くはずなんだけど、なんかね、やっぱ飛ばないね。一旦8で。もう一回チャレンジ。おお。あ、捕まんない。全然手前ショートやね。やっぱ風なんですかね。いや今こう歩いてわかると思うんですけど、風めっちゃ吹いてるっていう。結構上げ、上げてる、ね、そうめっちゃ上げてる。すごい、思いのほか上げてたんで、まだここの計算がね難しいんで。27ヤード、はい27ヤード。まあちょっと打ち上げ1メートルぐらいは高いかな。キャリーがやっぱりちょっと落ちる。でもピン手前じゃないですか。はい、こういうピン手前の時ってグリーンも小さいからあんま打ちたくないんですよ。ただここ唯一でいい点としては、はい、芝の状況は決して悪くないですよと、はい、薄そうに見えてしっかりふかふかあるから、はい、フェースの面をちょっと開いて当てて球を浮かせて打ってあげる。その代わりちゃんとキャリーで打ってあげないとめちゃくちゃショートしちゃうので、はい、今持ってるのは56です。56、こういう状況で60度持っちゃうと、うん、ワンチャンダルマ落としになっちゃうケースあるんですよ。意外と下がちょっと枯れ気味で浮いてる時って抵抗があんまりないんで、結構下くぐりやすいんですね。で特に球上げに行こうとしてる時って振り幅大きくしないといけないじゃないですか、はい、ちょっとでもヘッドを先行させに行こうとしちゃうと逆にロフトが寝すぎちゃって球が上がりすぎて飛ばないっていうケースがあるんで、こういう時はロフトの角度をあまり変えずに打ってあげる。どのサイズ感だったらキャリーで27ヤード打てるかなぐらいで考えてあげるとちょうどいいですね。おおいい。はい、今ねキャリーでほぼドンピシャで27行きましたよと。オーバーしたグリーンがね小さいすぎるんで、まあ、でも狙い目としては最高ですね。はい、はい、思いのほかピンめちゃくちゃ手前だったね。すごい手前でしたね。はい、これはもうこれはもう寄らないよ。乗ったら OK です、ね、そう乗せることだけ第一に考えた方がいいね。かなり難しいんだね。うまく打ったけど、うん、まあ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 、ナイス。え、これクソ悩むな。竹さんもこれ難しいっすね。13ヤードぐらいなんで、11ヤードぐらいをキャリーで受けたらいいんですが、いや、うん、まあまあ、ナイスアプローチ。なんとかなった。わあ、行っちゃいますね。行っちゃう。下りだからね、言うても。何番持ったんですか？9番。9！ ちょっと待ってください。こういう、はい。これ聞きたいね。下りで、はい。ボールの位置からグリーンエッジまで近い。この要素としては、ウェッジを使う意味がないですよと。グリーンエッジからピンまでの位置がそこそこ距離がある。はい。これも、ロフトが立ってる番手で持ってもいい条件なんですけど、はい、唯一ダメなのが下りが入った瞬間もうダメなんですよ。なんでかっていうと転がりすぎるからなんですよ。例えば今ここら辺で止める気で打ちました。止める気はなかったですね。落とす気はあったけど、だからもうチョンって、うん、だってチョンってここまでキャリーで打つってことは結構前に行く力強くないですか。はい、なんで受けグリーンの時は
そんなにあの大きく前に行かないかって、一回この傾斜に対してドって噛むからなんですよ、ドンって。あ、こっち向いてね、こうやって。うん、はいはい。でも今って下りじゃないですか。よいしょって、そう、押されちゃうんですよ逆に、はい、だから自分が思ってるよりもちょっとオーバーしちゃってるんですね。はい。なのでこういう時は何使ったらいいですか。あ、だから同じキャリーの位置でいいんで、はい、5、6とかで打ったら全然それでちょうどよかったんですよ。これはウェッジでいいんです。全然いいんです。あ、もちろんね、5、そのピッチングとかでここら辺にちょんって打つだけでも全然いいんですよ。うーん、ちょっと単純に大きい、大きい。だから今の基準は上りの時の基準で打っちゃってるんですよ、はい、下りの計算でだったらもっと手前から手前から打たないんですよ。ただセオリーとしては下りのライで下りが速そうっていう時はなるべくウェッジ持った方がいいかな。まあ、楽なのはもちろんあこっちピッチングの方が全然楽。なんでかというとサイズ感が小さくて済むじゃないですか、はい、クラブの動く量が小さいってことはミスショットしても高橋入れてるんですよ、はい、ウェッジとかここで持ちたくない人ってなんでかっていうとサイズ感が大きくなった時に打点がずれた時に超オーバーするじゃないですか、はい、それを怖がって逆にこうやって緩めたりとかして逆にミスショットにつながるんですね。まだアプローチに自信がない人とかは別にこういうピッチングとかで転がし回り52度とかね。だから今回は、まあ、ミークのレベルだったら、まあ、5、6で挑戦してほしいかなって感じですね。わかりました。ベッジでね。おお、だいぶ強いよ。まただって、お。おーし、ナイス読み。先です。一見ちょっとスラかなと思ったけどフック下でちょっとここ、うん、高かったね、こっちの方がね。切れるか、伸びて、惜しい。オッケー、おー、ナイス。よっしゃ、でもゼロポイント。ゼロポイント。誰もポイントが取れない。ゼロポイント。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。各種 SNS ですね、概要欄に貼ってありますので、はい、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自分自体があのそんなに器用じゃないのもあるんですけど、まあベストスコアは間違いなく20とかは縮まりました。キャッチーなことを言わないので間違ってるんじゃないかっていう焦りは一切ないですね。